はい、どうぞ、こんにちは、ノアです。今回なんですけど、ウルトラゴッドミッションの3弾、シークレットレア確定ということでですよ、皆さん、こちら、孫悟飯 S、いや、違うな、孫悟飯ビースト SH かな、こちらがね、本日より、シークレットレア、まあ、おそらくもうこれはほぼ 99% 以上確定だと思うんだけど、あの公式サイト、そして公式ツイッターからですね、情報が出ましたので、ちょっと軽く動画撮っていこうかなと思います。まあ、ちょっと顔出しでもやろうと思ったんですけど、あ、ちょっと編集時間かかっちゃうので、今回はね、簡易的に動画撮っていこうかなと思ってます。あのこちらなんですけど、パッと見、まあ多分ドラゴンボール多分全く見たことない人とか、ほんのちょっとしか知らない人からすると、あ、ご飯身勝手になったのかなみたいな、まあ悟空とね同じ変身になったのかなって、思うぐらい身勝手です。見た目が、うん、ただやっぱね、よく見ると髪の色がちょっと違うんですよ、こいつ。うん、なんていうのかな、まあ、銀髪じゃなくてこれはまあ灰色っていうのか、うん、まあなんかちょっと、うん、ネズミ色みたいな感じの色してて、まあ、ガンマのさ体色にちょっと似てるよね。うん、で 目の、ね、色が赤色になってて、まあ、表情がちょっとね、悪の戦士みたいになってるので、まあ、なんか本当にその敵キャラにも見えなくはないような、デザインが、まあ、今回の孫悟飯ビースト、というね新キャラクターになってます。まあ、こちらはまあね、映画見た人だったらね、結構あの強さにしびれたんじゃないかな。うん、本当にもうねセルマックスとの戦いでね大活躍したあの悟飯がもう早くもカード化で、これなんですけど2枚目の写真でなんかね、こう閃光がほとばしってるじゃん。うん、なんか 1,2,3,4,5,6,7 個の方向に対してこう閃光のようなものがね稲妻をまとってほとばしっていると思うんだけど、おそらくこれは必殺技じゃなくてチェンジなんじゃないかなと思ってます。劇中でこんな技なかったし、まあ、もしかしたらやっぱ、アルティメットの状態から気を貯めてチェンジ、まあ、2ラウンドだろうね、2ラウンド目あたりにこうチェンジするような、カードなんじゃない。で公式のツイッターより、最速情報第2弾 UGM 3弾に孫悟飯ビーストの参戦が決定、極金入手したゲーム画面を先行公開、これはもしかしてなんだろうね、もしかしてなんかちょっと匂わせ。最新情報は公式ホームページをチェック。はい、公式ホームページをチェック。なんか書いてあるのかな？どれどれ？何か書いてあったか？最新情報。ちょっと相変わらずこれ重い。あ、なんかこの重い原因が、画面録画なんじゃないかなっていうコメントはいただきまして。まあ、そうかもしれない。結構だってこれカクカクしちゃうもんね。はい、特になんかこれといってさ情報っぽいの書いてないけど、 V ジャンプ7月特大号に、ガンマ2号 SH が、ついてくるらしいね。いいキャラしてたよねガンマ2号ね。はい、まあちょっとあれだね、それっぽい情報はなさそうだけど、ん、公式ああ嘘か。ね、ウルトラゴッドミッション2弾のボスミッション開催、あれこんなのあったっけ。あー、これしか出てないね情報。現代を生きるものアプリ、3ラウンド目敵チームの体力を4000ダウンのガードマイナス2000。そうだね、悪くないんじゃない、ちょっといいねこのアプリ。はい、29日、あ、昨日からやってたんだこれ、へーって感じだね。はい、まあ、これぐらいなんで、まあ、特にビーストに関する情報は、載ってないかな。まあ、とりあえずもう一回ビーストの画像に戻すと、うん、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。なんかこのご飯の甘さが完全に消えた感じで、これがその鳥山明先生曰く、野獣のごとく、力に目覚めたご飯、まあ孫悟飯ビーストの解説にね、結構変身してきましたが、今回新たに変身して覚醒する必要が出てきました。まあ敵がこう強すぎるからね。で少年時代の覚醒イメージをベースにしてっていうところが、やはりスーパーセリ2を、かなり意識しているのかな。でご飯独自の進化を遂げています。はい、ここはもうアルティメットご飯の、進化自体が、まあ、ご飯しかできない、
その潜在能力解放っていう形態だったと思うんだよね。でピッコロもまあ同じく潜在能力解放したけども、やっぱ悟空たちとはこう違った変身を遂げているので、あのそれで今回もねビーストという名前の、まあ、新しいそのスーパーサイジンじゃないんだけど、まあなんか、スーパーサイジンとかそういうものじゃなくて、変身形態、あくまでもね、悟空でいうとあの海王系みたいな、そんなイメージですね自分の中で。で、まあ調べ尽くしたけど、あの全体的に情報がそれしか載ってなくて、まあこの鳥山先生のコメントぐらいがあのヒントみたいなところがあって、うん、まああとは考察とかできなくはないけど、個人的にはやっぱスーパーサイヤ人ってどこにも書いてないので、まあやはりそのなんていうのかな、まあ、ビーストっていう名前の、新たなる変身形態だ、悟空でいうと、孫悟空海王拳みたいなね、まあそんな感じかな。いやすごいなんかさ、あれだよね、思い切ったよね、この変身形態はさ、なんというかマジで誰も予想がつかなかったと思うし、まあ名前もね、なんかね、ビーストってドラゴンボールで今未だにそんな名前のやついなかったよね。うん、まあオレンジピッコロもかなり独特な名前だと思うんだけど、なんかねすごい思い切ったなと思いました。はい、これはね今後一番くじとか、まあ、クレーンゲームとかで、まあ、フィギュア化されると思うので、まあ、それもそれで楽しみだし、まあ、本当にこのねキャラクターが映画の中でもかなりかっこよかったので、あマジでそれ見てほしいなって思います。はい、まだ見てない方もね、この変身形態知った後でも全然楽しいから、そこはマジで安心してほしい。もう公式がネタバレしたからって言って、まあ、見ないとか、それはちょっともったいないから、マジでね見た方がいいよ、本当面白いから。で自分2回目見に行ったんですけど、なんだろう、面白さはね全然変わらなかったです。うん、もう全てのシナリオを知ってたけど、誰がどうなるっていうのを全部分かった後で見ても面白かったから、あんまりそこはなんかドラゴンボールってそうなんだよ、そんなにネタバレされても結局面白いっていうか、まあ Z とかもそうじゃん、結局さ最後どうなるかもう全部分かってるけど面白いじゃん。それと同じでドラゴンボールはね、そうなんだよ、だからドラマとかはちょっと違うよね、昼ドラとか、まあ普通に夜やってるドラマとか、あそこら辺はやっぱネタバレされちゃうと一気に楽しさ激減するんだけど、アニメ映画とか特にドラゴンボールってすごい簡単なアニメなんで、めっちゃ純粋な気持ちで見れるんだよ。で単純に映像が動いてるだけで面白いし、まあ、なんといってもね今回は今までと違う独特な映画なので、まあ、本当にその 3D というか、ね、ゲームみたいな、あとはコミカルさだったりとか、いろいろとで思い切った、映画なので、まあ、今までのドラゴンボール映画と比べると結構こう一線を画しているというか、うん、そこも非常に面白かったですし、すごい新鮮な気持ちだった、うん、なんかドラゴンボールらしさはすごい残ってんだけど、やっぱり絵が違うから、BR の時もそれは思ったんだけど、今回さらに違うんで、まあ多分どんどん進化していくんだろうね、この先もね。はい、という感じでですよ、まあ、今回はですね孫悟飯ビーストもこれほとんどもうシークレットリア確定だと思うので、これにね動画ちょっと撮らせてもらいましたけれども、まあ自分の予想はチェンジ、うん、なんか最近やっぱチェンジでも1ラウンド目からチェンジしたりもさするし、うん、もしかしたら1ラウンドか3、2ラウンドのチェンジで出てくるんじゃないかなとちょっと思ってまして、まあ多分なんだけど究極バースト、やっぱ覚醒が今回メインなので、やっぱりねそのキャッチフレーズにあった、究極バースト、かっこ覚醒バースト、まあ、そこら辺で火力をすげー出せるキャラクターってくると思うし、このご飯がすごい硬いんですよまあなんていうかな、敵の攻撃をもろともせずというか、うん、まあ、そういう一面があるので、まあ、ダメージを1ラウンド、受けないとか、なんかそんな感じじゃないかなとか思ったり、あとは単純に固定ダメージとかダメージ倍率でダメージをどんどん稼いでいくような感じになったりで、チェンジすると、パワーがさもう10万アップとか、まあ、そんなレベルでもぶっちゃけいいと思う。
ね、ここでヒーローズさんぶっ壊れ出していいと思うんだ。あのアイオスとかでぶっ壊れ出すよりもね、こういう最高のタイミングでそういう壊れキャラクターを出した方が盛り上がると思うので、まあ、このご飯 SH に関してはどんだけぶっ壊れてもいいと思います。はい、映画キャラなんで。ということで、今回の動画もよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。